DBS というのはね、本当に劇薬みたいなもんでこういう制度を使って防止していいのかあまりにもね感情論が先行しすぎているんじゃないかというふうに私は思ってるんですよ善化情報が漏れるということですよね子供に接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを事業者が確認する制度である日本版 DBS を 導入するための法案が国会に提出されました。本日は刑事法の専門家高南大学名誉教授であり、ネットワーク、犯罪、児童、ポルノ規制などの研究をされている園田久志弁護士をお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ま,すまず、うん、日本版 dbs とはどういった制度なのでしょうか？えっとね。これはまあ一口で言うと、あの性犯罪歴がある人をですね。子供に接する職業に就くことから排除しましょうと。 遠ざけましょうと、まあ、そういうとそい制度ですでイギリスでも既にあるんですけれども同じようなあの制度があるんだけどそのイギリスの制度を習ってこん今回日本に導入しようと、まあ、こういう仕組みですね。具体的にはどういっった制度になってるんでしょうかえっとね今回のはね例えば保育所とか幼稚園とかですねそういうところに働きたいという人がいれば、えー、まあ幼稚園保育所に休職しますよね。でその際に あのそういう幼稚園とか保育所がですね子ども家庭庁に申請するんですよこの人に犯罪歴ありませんかということを申請するで本人もですね子ども家庭庁に戸籍情報を提供するそうするとあの子ども家庭庁は法務省にそれを問い合わせるでもしも犯罪歴があればですねあのそれをまずは本人に知らせる で、本人がその内定と辞退すれば、もう事業者には知らせないと。まあ、こういう仕組みですね。それの他、弁護士から一番問題だと考える点はどのような点でしょうか。うん、あまりにもね、感情論が先行しすぎているんじゃないかっていうふうに私は思っているんですよ。つまり、それはね、まず第一は、性犯罪を犯したものは性犯罪を繰り返しやすいっていうね、そういうふうな。 何て言うかまあ私に言わせれば誤解なんですけれどもそういう前提でものを考えてるんじゃないだろうかっていうそこがまあ一番問題だと出発点で問題だと思いいいます犯犯罪者は再犯率が高んんじゃないんですか、うん、あのね実はね再犯率というのはある人が犯罪を犯して再びまた犯罪を繰り返すそのリスクのことですけれどもねあの日本にはねそういうデータは実はないんですよ。 それはいろんな条件設定しないとそのデータ取れないので法務省の方もそういうデータ取ってないんですよ。でただあるのはですね、あの性犯罪で刑務所に収容された人が2年以内にまた戻ってくる確率どれぐらいあるのかっていうねそういうデータはあるんです。でこれは再犯率じゃないんだけれどもその数字で言うと法務省が発表しているデータで言うと 5%, 5です、だいたい とか全体の犯罪でいうと15%ぐらいいるんですよ。2年以内に戻ってくる人が15%。性犯罪の場合は5%。ということで性犯罪がね、そのあたりは、まあ、一般の社会もですね、まあ、マスコミもそうだけれども、ちょっと誤解があるんじゃないかという気はしますね。 他にはどのような問題点があるんでしょうか、うん、これは最初にも言いましたよね。全家情報が漏れるということですよね。で、全家というのは、これは検察庁で厳重に管理してるんです。で、都道府県の,あの市町村の役場にですね、全家人名簿っていうのがあるんだけど、そこへ登録されるんですよ。 で、それは、例えば、あの、選挙を出るときにそれで制限されたりとかですね。いろんな、あの、専門職、弁護士もそうですけども、そういう専門職が制限されあの、前科のある人は制限されたりとかですね。えー、まあそういうことのために前科情報っていうのを管理してるんですよ。で、これは、本人も見ることができないんですわ。本人もまあ見れない情報、厳重に管理されてる。で、ただし、10年で前科は消えるんです。 10年間だけそこへ保存して10年経てば消えるとそういう仕組みなんです今の。でこれをこの DBS というのは20年間に伸ばしたんですよねだここはやっぱりちょっとと問題だというふうに思いますね他にも何か問題となる点はありますか、うん、それから3番目はねあの対象となる性犯罪の種類ですよねこれが非常に多い。えー、刑法上の まあ強制わいせつとか強制性交とかこれはもちろんのことなんですけれども例えば児童ポルノ法なんかも入ってるんですよ。で児童ポルノの法の,の児童ポルノの所持罪っていうのはあるんだけれどもそれもこの犯罪の中に入ってる性犯罪の中に入ってるそれからあの盗撮ですよねまあこれはもう分かるんだけれどもねそのほかにも都道府県の迷惑防止条例 これはあの電車の中の痴漢とか下着泥棒とかあるいは付きまといですよね。こういうものも入ってる。まあ、もちろん子供を守るという気持ちはわかるんだけれども、あのそれを超えて性犯罪者に対する何というか不安感というか、漠然とした不安感というか、そういうものが前面に強く出過ぎてるんではないだろうか。っていうふうに思うわけですよね。他にも問題点はありますか？うん ですからもう一つ、まあ、最後の問題点ですけどねこれは拡大する恐れがあるんじゃないかというふうに思いますというのは今回は前提になってるのは学校とか幼稚園とか保育所なんですけれども塾とかスポーツクラブとかね習い事まあ子供が行くようなところですよねでこういうところはその犯罪歴の確認というのは義務じゃないんですよ 義務じゃないんだけれども確認でできるんですで確認してもしもその性犯罪歴のある人がな,あのなかったということになればですね適合マークみたいなものが付与されてそれをコマーシャルに使えるんです。で任意なんだけれどもその一般の人から見ると適合マークのある塾と内塾どっち選ぶかってなるとやっぱり適合マークのある塾を選ぶと思うんですよね。 つまりこれは任意なんだけれども、事実上の強制になってるんじゃないかということですね。つまり拡大する要素があるんじゃないか。それからこれはね、私の地元で実際にある話なんだけれども、あの、日本には、あの、子供百頭0番の家ってありますよね。これは、あの、小学生がね、通学途中で不審者に会った場合、書き込め、書き込めるような、そういう家だという看板をけているわけですけれどもね。あの、 そのある人がですね、この子供110番の家に性犯罪歴のある人がいるかどうかは確認すべきだということ、そういう意見を言っている人がおるんですよ。で、これはね、全国で数十万件ありますよ。これね。これ確認するとなったら、もう大変なことになりますよ。で、これはね、結構ね、あの、問題だと思いますよ。 あの一度子どもに対して被害が生じてしまうと大変大きな影響が出てしまうと思うので何らかの,その効果があるのであればこういった制度を導入することも意味があるんではないかと思うんですけど、うんうん、それはね、まあ、あのお子さんがこういう被害に遭ったということはね だそれは悲惨なことでそれはもう大変ひどいことだというそれはもう重々分かりますね分かるんだけれどもこの DBS というのはね本当に劇薬みたいなもんでこういう制度を使って防止していいのかそれからさらに言えばねこれは初犯は防げないんですよ犯罪歴がないからね初犯は防げないんですよで圧倒的にこれ実際には初犯が多いんですよねでそういうものは防げないということねだからむしろ あの例えばあの部屋に監視カメラをつけるとかあるいはあお子さんと接する場合に1対1で接しないようにねそういう仕組みを作るとかですねあのそういうことで対策を講じていく方がいいんじゃないか有効じゃないかというふうに私は思うんですよ。一定のの人人がままたたた刑務所に性犯罪をしてて戻っっくるでであれば、まあ、そういった人だけでも あの止めれるという意味があるのでではないかとも思うんですが、うん、あのねこれは大阪府で現にやってる制度ですけれどもね数年前にやってるんですけど刑務所から出て,出てきた人が性犯罪で出てきた人がですねあの希望すれば無料でカウンセリングできるようなシステムがもう大阪府にあるんですよ。そういうういい性犯罪というのはある意味ね このなんていうかな認知の歪みというかそういう精神的な問題を抱えた人多いんですけれどもねそういうものを治療とかカウンセリングによって強制していくとそういう仕組みはねもう大阪ですでにできてるんですよ無料でねカウンセリング受けれるんですわでそういうものを充実させるべきじゃないかというふうに思うんですよね本日は日本版 DBS についてですとてもあの考えが深まりままししたた本日はあありりががととううごござざいいました。